こんにちは、はるです。今回はつよぽん主演のドラマデフボイスの新しい予告が解禁になったので、そのことについて話していきたいと思います。昨日月曜日に、約30秒の新しい予告が解禁になりました。これもね、映像で見るとめちゃくちゃ見応えがあるなと思うし、いろいろ来週のね、土曜日の放送、前編が放送されるんですけど、それの期待値とかもかなり上がってきたかなというふうに思います。冒頭からこう女の子がね、手話をしながら訴えかけるようなシーンなんですけど、この女の子もね、実際のろう者の子なんですかね、そこの辺わからないですけれども、すごいなんか表情とかもね、なんかすごく上手だなとも思いますし、で、つよぽんのね、手話をしてるシーンとかもすごく多いんですけど、この30秒の予告の中で、セリフを発してる、言葉を発してるのは橋本愛さんだけですね。つよぽんもセリフはここではまだ話してないですね。手話のシーンとかはすごくたくさん見れるんですけど、これを見ててもなんかこう、つよぽん、セリフをもちろんね、本編では喋ってると思いますけど、それ以上にやっぱり手話をしているシーンが多いのかなとも思いますよね。この主人公の新井さんが、結構真面目でいい人なんだろうなみたいな雰囲気とかが30秒見ててもすごくちょっと伝わってくるかなとも思います。で、手話のシーンとか見ててもやっぱりなんかいろんなね、手話っていう一つの括りの中にもなんかいろんな表現がある、いろんな手話があるみたいなのが、この作品に関してちょっと調べる上で分かってくることなんですけど、映像とか見ててもなんかそれがちょっと伝わってくるっていうか、なんかいろいろ違いがありそうだなっていうふうには思いますね。この作品は僕はかなり期待できるんじゃないのかなと思います。今ね、つよぽんブギウギとかも出てるんですけれども、結構ブギウギがね、11月の終わりぐらいから結構暗い展開が続いてたりとかして、これが結構、年末とか下手したら1月いっぱいぐらいまで結構この暗い感じでいくのかなとも思うので、なかなかね、なんかこう見てて辛かったりとかもするんですよね。なかなか楽しいシーンが少なかったりとかもするんですけど、そんな中でこのデフボイスも放送されてね、こちらもね、辛いシーンとかも結構あるとは思うんですけれども、単純に多分作品のクオリティが期待できるんじゃないのかなというふうに思います。数日前とかにね、つよぽんの演技が棒演技だみたいなネット記事とかが出てますけれども、それに対してね、ちょっとなんかこう怒ってる方とかもいるんですけど、別にあんなのはそんな怒る必要もないかなと思います。記事全体通して見ればね、唯一無二の個性だみたいな感じで、どっちかっていうとね、褒めてる記事なので、ちゃんと記事を読めばね、別にそこまで誹謗中傷の記事ではないので、そこは気にしなくてもいいのかなと僕は思います。なんか記者の方とかはね、つよぽんの演技ほとんど見たことないっていうふうにおっしゃってるので、もうちょっとね、分かりやすくミッドナイトスワンとかね、青天を衝けとかちょっと見てもらえたら、つよぽんの演技がどれだけうまいかっていうのは伝わりやすいと思うんですけどね。なんかブギウギの羽鳥先生は確かにちょっと棒演技だみたいな感じにね、見えがちだったりもすると思うんですよね。それはその演技のプランとしてやってると思うのでね、別にあんな記事はね、ファンの人怒んなくていいですよ。そしてあとね、気になる点としては番宣に関してですね、以前のね、デフボイスの動画で、番宣があるんじゃないのかなというふうに僕は予想してたんですけどね、その朝一とか、土曜日にやってるドスタとかね、その辺あるんじゃないのかなと、今週末の12月9日でしたっけ、そことかにあるんじゃないのかなと思ってたんですけど、どうやらなさそうですね。つよぽん本当に舞台の稽古やってて、もうすぐね、本番っていうのでめちゃくちゃやっぱ忙しいですからね、なかなか難しかったのかなと思います。可能性としてね、なんかこう来週の朝一どこかとかっていう可能性はあるのかもしれないですけれども、多分もう僕はデフボイスの番宣はゼロなのかなっていうふうに思います。良さそうな作品なのでね、もうちょっとこう番宣してほしいなとも思ったんですけど、今ブギウギのね、この兼ね合いとかもあるので、両方の番宣できたらすごくいいかなと思ったんですけど、なかなか難しいのかなと思います。デフボイス小説もね、いくつも出てるので、もしこれがね、評判良ければシリーズ化っていうことで続編とかも期待できるかもしれないですね。もう来週ね、いよいよ前編放送なんで、めちゃくちゃ楽しみだなというふうに思います。本日の動画は以上となります。皆さんの感想などあればコメント欄で教えてもらえると嬉しいです。高評価とチャンネル登録もよかったらお願いします。本日もご視聴ありがとうございました。ではまた。